どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。なんかすごい綺麗なところにこう、はい、ボトリウムがね鎮座してるんですけれども、なんか素敵な感じじゃないですか。はい、いや一生懸命掃除したんですけどね、ちょっとさっきのすんげー散らかったけど今綺麗にしてこんな感じ。いいですね。まあたまにねこの水槽、まああのボトリウム、見ていこうかなっていう感じなんですけれども、今回はね水質チェックを月に私2回行っておりまして、まあちょっとね本当は15日にやるところだったんですけども、今日17日に行いました。はい、であのね今回はねこの、ボトリウム、あのねこのボトリウムなんですけど、水替えのいらない水槽の、はい、いらない水槽のまあ成分がたっぷり詰まってるなんで、ちょっとこのその水替えのいらない水槽をちょっとねもう一回おさらいみたいな感じで、あのこのボトリウムに関して、見ながらちょっとあのお伝えしたいということと、さらにね苔すら生えにくい水槽環境というのをちょっと考えるというのも合わせてやっていければと思っております。でまずねこの設置している位置なんですけれども、まあカーテン越しでね、でまあ光がねこう差し込む位置でございます。ただまああの西側に面している、あ、じゃあ東側に面しているので朝日はこう当たるんですよね。結構朝日は当たるけども、まあ朝日だけに朝日は当たるけれども、まあ昼過ぎになるとまあ当たらないっていう感じの場所でございます。まあ半日は当たってんのかなみたいな。はい、あとねまあ見ていただけると分かるんですけど、ここはねここら辺、これいっぱいねアマゾンフロックピットと、さらにこれね松もがねすごいあれですね、松もがいっぱい浮かんでますね。この松もちなみに、はい、あの太陽光だけだからかわかんないですけど、すごい綺麗な色してるんですよね。うん、でこれ入れたままなので、もしかしたら1本がぐる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 回ってこんなになってるかもしれません。はい、ずっと放置してる。うん、でその中に今ちょっと見ますよね、メダカがねこうちょいちょいいるんですよ。いますね。最初ね親を5匹入れました。だけど、まあ、ちっちゃいのもいるじゃないですかね、これね。うん、だから、稚魚もね、結構増えて、多分10匹以上はいるのかな ?10 匹ぐらいは、いると思います。はい。んで、まあね、ラムズ。まあ、ラムズ。はい、ラムズめっちゃいます。はい。凄まじくいます。ここのやつは、まだ、私のね、ラムズの、ため、ラムズ専用の水槽に移してないんで、この水槽だけでもかなりの数を生息しているのかなと思います。うん、だからそうは言っても生態数で言えば、まあ、あのメダカ10匹とラムズいっぱいなんで、まあ、そういう環境、まあ、そういう環境でこの育てていると、まあ、ちっちゃいですからね、 こんな感じですから、ちょっと遠近感がある、まあ、でもここのこんな感じ、こんな感じ、こんな感じの大きさのやつをまあ飼っているっていう。うん、で水の10リットルもないんじゃないかなって思いますけど、多分ないな。うん、はい、でこの水槽でね、あの水替えはまあ今全然してなくて、で水質に関しては今日あの水質チェックを行った結果でも硝酸塩はねほぼない。うん、このボトリウムも、私の水槽11台あるうちのトップ3に入ります。丘の上水槽、奇跡の水槽、この、3つですね。どれも同じぐらい。うん。トップ3にあります。で、まあ、さらにね、この、ボトリウムは、まあ、当然、奇跡の水槽と同じで、ろ過してません。うん。もう水入れてただけ。水入れただけ。なんだ、苔も全く生えてないということなんで、まあ、この中の栄養自体はなんか不足しているような気がします。はい、私の動画ではね、あの水替えなしっていうのをもう、何がもうそこまでこだわらなくてもいいんじゃないみたいな感じで突き詰めてきましたけれども、まあ、結論としてね、あのまずはその水ができなきゃいけないんですけど、あのアンモニアから硝酸塩までの、まあ、流れがちゃんとね、あの
きれいに循環するように、まずはその水を作った後ね、その水を作った後に、生態数、これ生態数と水草、2つしかないな生態数と水草のこのバランスね、バランスが良ければ、そのね、最終的にさっきの循環したアンモニアから硝酸塩まで変えてくれれば、最終的には植物がね吸収して水替えのいらない水槽ができると、でバランスとしては植物多めの方がいいということだと思いますね。はい、で苔に関しても水草今ね結構育ってるんじゃないですか。だから水草がねこんだけいっぱいあると、まあ苔も生えないと、生えてもねちょっと少ないんじゃないかなっていうふうに思います。でこれねちょっと情報としては定かじゃないんですけど、情報としては定かじゃないんですけども、水草の方がねより多くの栄養をね先に吸収していくので、水草の方が苔よりも早くキュッ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 って吸収していくので、まあ苔に回る栄養がなくなって苔が生えないと、まあそういう理屈のようです。これはちょっとね嘘かもしれんけど、まあでも確かにね考えてみれば、自然界でも草が水草ボーボーのところってなんかあんまり苔してるイメージなくないですか。苔が生えてないっていう印象、逆に水草があんまりないようなところだと、まあ、苔ごっそりみたいな、まあ、そういうのもあるので、まあ確かにそういうこともやっぱあるのかなと。水草がいっぱいだと苔が生えにくいのかなというのも思います。まあまあでもため池と清流とかの違いも、そもそもその栄養成分の違いっていうのもあると思いますけど、でね、このボトリウムなんですけども、やっぱねこれだけ水草がねしっかり生えていれば、水替えしなくてもいいっていうのがもうほぼ私の中で固まったんですよ。このボトリウムに関してはもう作り方簡単で、ソイル入れて、水入れて、でバクテリア剤を入れました、バイオバランスを入れました、で放置、半月ぐらい放置、後に、生態投入、水草投入以上です。そっから何にもしてない、何にもしないんですけれども生きてる。そしてライトもない、自然光で、水草も元気。やっぱ、自然の光はすごい、そんなにね光強くなくてもぐんぐん育っていきますね、逆にこれぐらいの光の方がなんか日焼けしなくていい感じです。はい、なのでまあもうこれが結局その自然界のちょっと本当に小さくしたバージョンで、人間が全く手を加えてないバージョンですね。で生存率も全然いいですし、ちなみにメダカはこっちのねちょっと裏側だから分かる、ここにここにちょっと見えてるのがあるんですけど、これがビオトープ風のメダカずっと飼ってたやつなんです。ここでは一匹も帰らなかったです、まあ環境が悪かったのかもしれないですけど、卵はいっぱい抱えてるの見ましたけど、稚魚は育たなかった、だからまあそうするとこっちの方がね、やはり太陽光も当たって子が育ったということでございます。はい、なので水替えのいらない水槽に関して言えば、その水質まで作るのがちょっと難しいかもしれないですけど、アンモニアから硝酸塩ね、そのルートをちゃんと確立させて、で特にね硝酸塩がゼロになってくると、いい水槽いいと思いますね。硝酸がゼロになってくると、そして最終的にはその硝酸塩をこの水草たちが吸収してくれて、もう水替えのいらない水槽の出来上がりと、いうことでございます。まあただ前もあれですけど、最終的にはねこの中に無限に栄養があるわけじゃないので、やっぱある程度ねミネラルとかいつか不足してきて、水草たちも元気なくなるっていう、
まあ、ところになってくるかもしれないので、うん、まあ、最終的にはちょっとやっぱ水替えとかはねした方がいいかもしれないですけれども、うん、でも一応もう数ヶ月はもう何にも手つかずでここまで来ているっていうのもありますんで、うん、まあ、簡単にお手軽にっていうのはこういう形かなとか思います。はい、ということで、まあ、もう水替えのいらない水槽に関してはもうこれが私の正解だと思っていますので、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ボトリウムから水替えのいらない水槽を考える、はい、そんな深い考え方もする朝日のおてこ TV、今後もいろいろな情報満載だと思いますので、よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと今回の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお願いいたします。ということで、よし、ということでお送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ。